各選手の大まかな成績や活躍を振り返りつつ、 FIFA22 でどのような評価になっているのか、選手パラメーターを確認していこうのコーナーです。今回は札幌でのプロ生活も来季で9年目、阿波加俊太選手です。今季公式戦の出場はなし、ベンチ入りもね、数試合にとどまったはずです。現状ではゴールキーパー4番手と苦しい立場になっています。パラメーター設定もね、それを反映するかのようにシビアです。フィジカルが波のほかは全てが弱点になってしまっていますね。最も悲しいことに、彼のプレーを見る機会がほぼないので、ここが低すぎる、ここが高すぎるともね言えないところですね。実際のところ阿波加選手の能力はどうなんでしょうか。詳しくね、わかる方がいらっしゃいましたら、コメント欄でぜひご教授いただけると幸いです。一つね、らしい評価として、特性にチームプレイヤーがついています。まあ、素朴でね、優しくて仲間思い、彼をね知る人はみんないいやつだって言いますね。そんなところが能力として評価されているのは嬉しいですね。以上、阿波加選手のパラメーターチェックでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、ごきげんよう。